前回の動画に引き続き、今回は塊根、多肉植物の紹介をします。塊根植物、多肉植物ともに初心者なので、生育に関してのアドバイスなどもいただければ嬉しいです。ある YouTuber さんの動画をきっかけにアガベの育成を始めました。まず初めて購入したのがアガベチタノタブラック&ブルー。葉っぱの色とトゲの色がブラック&ブルーという名前の由来です。これはアガベの中でも特にメジャーな種を迎え入れました。人気のアガベや塊根植物は単価が高いので、何から揃えるかが悩みどころです。そして2番目に購入したのがアガベチタノタ白芸。葉っぱの先の白い巨種が特徴の荒々しい見た目なアガベです。左がブラック&ブルーで右が白芸。比べると葉の色も巨種の感じも全然違う。そして3番目に購入したのはアガベチタノタ姫源流。白芸と形は並べてみると少し似ていますが、より葉っぱが短くて小ぶりな姿が可愛らしい種です。ブラック&ブルー、白芸、姫源流、以上チタノタの3つが揃ったぞ。並べてみるとそれぞれの特徴が見て取れますね。もう一つ最近購入したのはアガベホリダです。こちらは横に長く伸びる薄い葉っぱと鋭い巨歯が特徴で、私も植え替えの時に巨歯が手に刺さってしまった痛い思い出があります。お星様みたいに開く葉っぱはいつまでもじっくり観察しちゃいます。初心者なので、室内 LED の照射距離とか風通し、水やりと日々試行錯誤をしています。ちなみにブラック&ブルーは園芸店で購入しましたが、それ以外はベアルート株をネットで購入しています。どれも安くはない買い物、枯らさないを第一に大切に育てたいです。まずは今年の春、強剪定を行ったアデニウムアラビカム。こちらは水を与えたばかりなので幹がパンパンに張っています。顔みたい。室内 LED の光をたくさん浴びた結果、歯の調子が絶好調になりました。脇芽がいつ出てくれるのか、ワクワクしながら育てています。ユーフォルビアオベサはいつまで経ってもこの形で、特に変化はありません。綺麗なまん丸を維持しつつ、今年も買って1年ぐらいですが、おしべを展開してくれました。この今触っている根元は茶色く、木質化が進んでいて、育て方が正しいのか
戸惑っています。強い日射と乾燥が続くと木質化が進んでいくみたいで、水やりの頻度を上げて調整中です。触り心地もかぼちゃです。綺麗な形だ。個人的に鉢との相性がベストマッチのこちら、ハオルチア万蔵。ハオルチアの中でも育成難易度が高い種だそうで、買った後に気づいたんですが、恐る恐る育てています。なんかすでに一部の葉っぱが赤く変色していてストレスカラーになってしまっていますが、大丈夫でしょうか。アガベホリダの定着と万蔵のストレスカラーが現在、一番悩んでいるところです。そして一つとびきり小さい鉢に入っているこの子は熊の手といいます。ホームセンターで発見して可愛い姿に一目惚れしました。我が家に来てから葉を3枚から4枚ほど展開してくれていて、結構成長が見て取れます。他の鉢とトーンがちょっと違うので、今入っているポットから別のポットに変えようとグレーのポットを探し中です。そして最後は群生が著しいアロエディンティティです。この子も結構お気に入りで、そこまで強い光を与えてないのにつぼみを2本も伸ばしていて結構絶好調です。脇からすごい群がっている姿がかっこいいので株分けはまだしない予定です。はい、以上最近力を入れている開墾植物と多肉植物の紹介でした。ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。